はい、皆さんこんにちは、アキでございます。捜査さんで三国志ですね。13、社長プレイですね、やっていきたいと思います。さあ、終わったので戻りましょうか。移動ね。ここから4日 ?4 日に移動ですね、巨匠までね。さあ、もうね、皇帝も持ってるんで、お孫権軍からの仕事として、各界の配列を求めています。ほう。構わん。誰？これはこれは、おお、ロスク先生じゃないですか。ロシケイでしたっけ。ハイエツの預かり、光栄に思います。本日は趣味を受けてまいりました、このようにしてはいかがでしょう。友好を深める親善の使者として、うわ、ロスクさん 99% なんだね。親善の使者どうしたいんだろう。南の南海の方を取りに行きたいんだよね、思惑とすればね。でも私いい加減取りたいんだよね。どうしよう。いや、ここは拒否しましょうか。拒否しておきましょう。地図見るでしょう。これだよね。これを安心していきたいという思惑があるんでしょう。だけどもこれを平らげたいんですよね。 1,2,3,4,5,6,7,8 8国ね。拒否しましょう。断らせてもらう。お断りです。盟友であれば他を探してくると。何を言われても世の決心は歪む。かえって孫権殿にそう伝えると。いやいや、おお、親近感下がるんだ。おお、いやでももう仕方がないわね。もうそうですね、やっておかないと。私年食ってね、やばいんで。そういえば年食といえば、さっきのロシコさんも意外に寿命早いんですね。220年ぐらいで、ね、お亡くなりになるんじゃないですか。確かね、220年でいったかな。なんかね、えっていう、意外に早くお亡くなりになっちゃうんでね。これでもう着々と、戦の準備をね。はい、閣下のおかげで古の死を味わえたと。さあ、皆さん準備してくださいよ、あなた。やばいとちょっと私が出ていきますけどね。はい、とコースさんの間にね。あ、お、睡蓮ついた。これは船酔いしないわ。いいね、いいですね。ここ皆さんもう出れてる人いない。あ、リュウさんマイナス23。そうね、マイナス23だからね。名品なんかない。あ、お酒あるね。お酒買っておきましょう。あと煙鉄論、いや、煙鉄も大丈夫だね。じゃあね、宴会しましょう。リュウビさんのためにね、名品振る舞って、どれで行こうかな。ちょっと奮発しましょうか。これ反省というんだね。さあ、5日間。さあ、孫権さんはもう落とす準備を着々としていきましょう。準備しとか。お、あ、美さん、なんかいけんの？あ、いけんだよね。創生さん。あ、創生さんでどうぞ。はい、と。もうこっちのね、劉備さん兄弟もいますしね、長恩さんもいますからね、負けないと思ってるんですけど、騎射で熟練が高め、騎兵訓練場が建設されました。縁にて文化が高め、天文台が建設されました。深夜にて文化が高め、医学所が建設されました。武陵にて商業が高まり、攻撃所が建設されました。慶応にて農業が高まり、養鶏所が建設されました。受信にて文化が高まり、三重所が建設されました。都市技術、商業最大増加、地方が賃料においてと。都市技術、陶石開発が商売においてと。都市技術、最大、商業最大増加、地方が縁においてと。商業最大増加、深夜と。青蘭開発受春と。いっぱいあったね。名品の効果によりと。あ、これも劉備さん呼ばんとね。あら、あ、いたいた。失
礼いたします。アイテムだ。これ嬉しいので料理しましょう。失礼。良い日を。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14に来たよ。は、ありがたく。はい、お、出れちゃった。ああ、もういいんだけどね、ソニーさん出れちゃうのは。身に余る光栄にございます。巨人さんも出れちゃった。いや、リュウビさん出れてほしいんでしたけどね。リュウビさんどこまで行ったかな。マイナス18、あんまり変わってないね。まあここで困ってんだけど、5日間もったいないんで行きません。よくぞおいでくださった。せっかく出れてくれちゃったから、なんかあげよっか。おお、いいのばっかりだ。これでもどっちかあげないともったいないことないのか。武力は上がらないのね。昔のシリーズだったら武力が上がるんだよね。2つ持ってても意味がないってなったんだけど、今回は威風と一気がつくって、威風、私これがなくてももう威風満タンなんじゃない。移転の剣、あ、成功の剣が超音さんだよね、多分ね。あなたいいのないな。せっかくだから移転の剣あげようか。移転の剣あげてもいいんだけどね。うん、移転の剣あげよう。入った。もしよろけば移転の剣をと。はっ、ありがたく。味のものって言われましたよ。また交換になっちゃったね。でも絆は強化ですね。価値55かなんかでしたもんね。はい、爆虐の友になりましたね。そういう私まだ義兄弟がいないね。よいしょ、また出れちゃったんで、そう、総人さんがね、もう一回遊びに行きましょう。おお、あら、あら、あらららら。じゃあ、夫婦になりましょう。あ、総人さんの子だったら武力の子なんだろうね。まさかこんなところでこういう動画発生すると思いませんでしたね。はい、そうそうと、これなんて言うんだろうね。花になんだろう。盛るでもないよね。あ、まだ交換になって、あ、そっか、交換になってるんだね。交換になってるんだね。さ、じゃあちょっと嫁さん2人に、お二方の奥さんに会いに行ってきましょうか。はい、ベンさん。どうなさいましたか。はい。この人とまだゲーム内での お子さんはできてないんですよね。巨子様からと。はい、タボの中お誘いにいた。あ、これで行けじゃないんだね。でもちょっと日にちがもったいないから、5日間論議論で5日間は使うのやめときましょう。本日愉快でしたと。今度出れてからね。ベインさんが終わって、あら、私の奥さん、あ、いたいた。はいと。よくおいでくださいました。あ、でも今回はあれだね、奥さん、声と見てくれが合ってますね。たまにとんでもないのいますもんね。これ乱数で組まれるみたいなんで、適当に組まれるみたいなんでね。はい、ダンは。能力は83、92。いやー、あ、この人と戦場出よう。この人副官にして戦場出よう。これでいいねーと。じゃあね、じゃあね、じゃあねと。じゃあね、次、そうだ、落葉出れまくりなんだよね。落葉出れまくるんで、落葉でちょっと、いろいろ、キャッキャオフオフしますか。え、なに？あ、絶戦ね。少し面白い。どうしてもね、私ね、マウスのクリックとね、スペースキーの押しまくるんで、あんな感じになっちゃうんですよね。スペースキーだと時間が止めれるんですよね。だもんでね、これかな、裏書かれるかな、裏書かれそうな気がするんで、これでいっちゃいましょうか。時は来た。裏書かれなかった。こちらのそのまま視聴できちゃったじゃない。面白いな。あら、裏書いてくると思ったんだけど、主張よね、これだったら。孫子の応用では、なるほど。よかった。そういう。で、これは、うわー、これもやだな。無視しましょう。こちらの方が孫は少。あ、半分できてたのね。うわ、
あ、これだったら負けないしだわ。孫子の応用では。なるほど、そういう見方も。はい、あー、勝った勝った。これぞ我が波動である。孫子の応用では。なるほど、そういう見方も。そう、猛徳の道に誤りなし。こうしても普通だね、男前だからね。あんまりいい感じじゃないね。よいしょ、報告します。はい、チンゴさんね。いいぞ。あとやっぱりね、報告します。あれだね、顔の傾き加減がいいんだよね、総評さんはね。いいぞ。だからね、ここがうまいこと刺さるんですよね、このマウスの角度と似てるんでね。これは本当にいい発見していただきました、ありがとうございます。私も気に入っちゃったんでね、あれね。こういうのにて、鳥類から領官の説得に応じた。おやすみ。失礼いたします。ああ、縁陽さんっていうのかな。いや、あなたたちと出れるために来たんですけどね。楽園は、はるばるね。はるばるってことじゃないかな。はい。よくぞいらっしゃいました。はい、談話しましょうね、と。この恩義、忘れません。でですね、あともう少しで孫権さん切れちゃうので、皆さん準備いいですか、本当に。まあ、カコートンさんがちょっとここ兵が少ないんですよね。まあまあ、カッカさん裏にいるしね、大丈夫だと思いますよ。もういやー、ちょっとあと半年ぐらいしたら忙しくなりそうですね。さあ、と一系の方、じゃ、こちら、トシさんね。どうなさいましたか。身に余る光栄ですわ。多分ね、目標から攻めてくると思うんですよ、同盟が切れたら。いや、でもコンピューター側からね、コンピューター側から来ると思わなかった。あれ、やっぱり、対峙してる敵が、私だけじゃないからだろうね、他の国があるから。そういうことを考えてんでしょうね。あれ、もう私と、私しか、孫権さんから見て私しかいなかったら、囲んでたら多分言ってこなかったんでしょうね。そんな気がしますよ。私、敵から反応来たのは初めて見ましたね。まあ、今週プレイはあまりしないのと、あまり重心、今週の重心になることないからかな。ああいうのあんまり見ないですね。また本か。今度は本なんだね。はいはいはい。で、本探してきますさ。じゃあ、せっかくだから、巨匠行っちゃいましょうか。また巨匠に帰って。はい、女皇さんとと。よいしょ。で、女皇さん、まだ女皇さん行けるかな？ああ、まだまだ行けそうだね。女皇さん、あ、ウキンさんといいね。ウキンさんと行っちゃいましょう。入った。で、巨匠に入って。あ、いきなりあったんじゃない？これじゃない？あ、そうだね。いきなりありました。ラッキーですね。ちょっと高いけど。入った。で、人事、何かしましょうか。あ、この辺りは。諦めるもいい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 。場所的にね。諦めるもいい。場所的にね。しかし孫権さんの近くなんで、話すとちょっと怖いんで、劉表さんを話してもいいかもしれないけどね。あ、間違えちゃった。諦めるもいい。あ、無理だね。在野がいないね。調査で推奨って出てるとこ、あ、あるわ、推薦。ほう。使えそうなものは、いるな。うん、竜王さんでお願いしちゃいましょう。死とひらめいた。その点人類を調査してもらいたいな。助かりました。ほう、他あったっけ。他ないね。ないね。ないね。さあ、誰が出てくるんだろうね。楽しみです。さあ、お次は、あ、報告だね。行くぞ。あ、そうだ、結婚してから人増えてんだね。あ、これって部の人。あ、そうか、部の人だね、どう見てもね。あ、部が5上がっちゃった。入った。おや、こ
この格好、まさかその顔があった。はい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 、いった。はい、と、おお、連戦が9になりましたね。で、じゃあ次は、トさんだね。どうなさいましたか？はい。身に余る光栄ですわ。はい、と。もう少しトさんを、ね、あ、ストーカーしなくていいわ。もう8時になってたね。まあ、かっこいい。まあ、またお金かな。また本買ってこいってか。いいよいいよ、行くよ行くよ、もう。はい。で、また巨匠に行こうかな。じゃあ巨匠だね。巨匠が一番いいよね。はい、移動しましょう。行くぞ。しばらく巨匠とピストンになるね。北海で文化と。いいぞ。はい、と。はい、竜さんの重心特性光線無視出た。おい、2050年ね。よし。よしと。正直、おお、2万になりますね。会費で文化が高まると。農業施設強化中華ね。商業最大増加大が牧場ね。お、直射が来ました。わかった、すぐに参ら。さすがの陛下は、気候の働きを高く評価してもらう。よって記念を王に任ずると。いつもはござらぬな、と。身に余る光栄と王になっちゃいましたね。はい。こうなったか。もう王になっちゃったぐらいでは名も上がらないんだね。王の前がこうでしたっけ。報告します。竜様より。おお、工場勧告。ほう、使えそうなものは。本当かい。あ、どうぞ。いいぞ。あ、こう、私今なんて言った。幸福勧告だよね。今工場って言わなかった。本当もう漢字の読み方もおかしくなってる。まだ2国持ってんだよ。これ取ったらすごいよ。本当かい、リオさん。いやー、有能な部下がいるとすごいね。で、じゃあお次は私何し、何、今の出来事があまりに強烈すぎて何するのか忘れちゃった。幸福勧告なんか成功したことないもんね、この13では。やったらもうダメダメって言われてね。いけないよっていういつも言われてた気がします。あ、なんで人類言ってんの。私かなり動揺してますね。はい。あ、私人類に向かってたの。え、あら、巨匠に向かってたつもりが人類に向かったわ。都市で、あと満潮さん出れてんだよね。あ、マンチさん出れてるよね。ああ、カンインさんも出れてるから。よくぞおいでくださいました。待っておきましょうか。これはこれは大層なもの。じゃあね、ちょっと時間多くなりましたね。この辺で終わっておきましょう。そうそうさんで社長プレイ終わっておきます。どうもありがとうございました。